观众大家好，欢迎收看我们的岛。今年的3月11号呢，日本经历了地震、海啸还有核能灾害三重的大灾难。这场大灾难呢，也让日本受创惨重。如今半年过去了，当地的状况又是怎么样呢？我们的岛制作团队在7月底8月初的时候，就进入了日本宫城县还有福岛县，深入了解当地居民的生活状况。我们也看到地震、海啸的阴影是慢慢的在复原当中，可是核能事故呢，却还是一个进行式。尤其很多的居民都继续的活在辐射污染的恐惧当中。7月30日，由台湾的教授与环保人士所组成的访查团，从宫城县仙台市进入海啸重灾区。沿途所见，到处是残破的房舍，堆积如山的建筑废弃物，数不清的报废车辆。许多人依旧在没有被海啸毁坏的房子里居住着。湾の中なので、津波の被害は少なかったんです。でも、地面が1メーターぐらい下がってしまったので、学校の子どもたち、生徒たちはその、水が来ない時間を見て、学校に通ったり、あるいは車を動かしたりしています。道路の上に30センチから深いところでは50センチぐらい海水が上がっています。311大地震让日本东北许多地方地层严重下陷，其中石卷市地层下陷达78公分。每逢下雨涨潮，市区就会发生海水倒灌，有些地区积水还未退去。虽然距离311已经4个多月。沿海的城镇仍然如同废墟一般。在宫城沿海的女川町，也有许多房屋因为土壤异化而倒塌。約20メートルの高さまで津波が。この病院の1階の床上まで津波が来てます。でご覧のように3階建てのビルが横倒しになって、3棟か4棟ぐらい女川の町で、ビルが横転してます。こういうの。なぜ横転したかと言いますと、地震によって液状化状態になって地盤が緩んでるところに水没したために浮力がついて浮き上がってしまった。で引き波の時に波に引っ張られて横転したという現象が起きたそうです。極めて珍しい現象だそうです。在女川町的渔港，被海啸冲毁的房舍倒栽在港口里，防坡堤与路面淹没在海水中。本来ならここに海水はないはずですね。つまり、1メーター50から2メーター近くがこの地域の、地盤が沈下しています。これは前に通った石巻のところもそうですけども、この宮城県や岩手県の海岸がかなり下に沈み込んでいて、で大きな地殻の変動があったことがそのことでもはっきり見ることができます。そしてそれが日本列島全体に歪みをや歪みを生じていて、でその後続く余震と呼ばれる地震が数多く。あるというのはそのためと言われています。访查团从宫城县继续往南，进入福岛县。福岛县被海啸席卷的面积没有宫城县广，但是因为核灾的缘故，核电厂20公里半径的土地成了禁区。访查团一步一步接近辐射污染的区域，而辐射侦测器也开始出现异常反应。差不多0.8左右，
可能是燕子窝粉尘，还有燕子煮草的东西，当初从环境里面拿到的有污染。日本政府的撤离计划分为两个阶段，第一阶段是在核灾发生后，日本政府紧急撤离20公里范围内21万居民，并要求20到30公里范围内14万居民在室内掩蔽。在核灾危机完全解除之前，居民必须随时准备撤离。但是辐射层扩散的方向并不是等距的向外扩散，而是随风向与地形呈不规则的分布。3月12号到15号，大量的辐射层先是吹向海洋，接着往北方与西南方扩散。我们经过福岛县香马市的灵山，在距离福岛核一厂40公里的地方，车内的辐射剂量超过每小时一个微西弗。由于辐射剂量异常飙高，为了下车进行测量，所有的成员都穿上防护衣，戴上口罩，避免沾染或吸入辐射尘。超过6了。在这个他们休息站的附近的测量的情形，大概如果在这边地区，大概一年会到30几个毫西弗每一年的剂量，那这个就超过国际上的法规20个毫西弗一年紧急的时候可以让人居住的环境，紧急啊，不是永远的。那所以像这样的管区域理论上应该要做isolation， 就是隔离，尽量不让民众接触这样的环境。这条从香马市通往福岛市的道路并没有管制，路上行人也没有穿戴防护衣或口罩。究竟日本政府划定避难区域的标准是什么？今回20mmというのは、実際事故が起こってみてですね、住民の方の受ける線量を考慮してですね。緊急的に、検討して、国際的な組織 ICRP の、事故時の基準っていうのがですね、20ミリから100ミリシーベルトなんですけども、その一番厳しいというか一番低い値の20ミリを採択してですね、その基準で、緊急時の措置をしたという、流れですね。そのスピーデーっていうね、国が放射能の放出をの量、それから方向全部分かっていたのにもかかわらず、国が1ヶ月間も隠していたというのがやっぱ最大の問題ですよね。今年3月距離灵山不遠的范管村曾经测到高达每小时12微西弗的辐射剂量，在国际原子能总署的催促下，日本政府在4月22日宣布，包括范管村在内，年剂量超过20毫西弗的地区为计划的避难区域，居民必须在一个月内离开家园。結局最初隠しましたよね。やっぱりそのパニックになるからっていうことで、正しい情報を私たちに与えなかったわけですよね。ただ、だからそういうことで。いわき私たちは占領少ないですけれども、飯舘村とか浪江とか、本当に避難したところが一番占領高くて、点々点とこう避難して歩くところがずっと高かったんで、それは後でしたっていう、そういうことに対してすごく怒りを感じます。7月31日、我们来到福岛县的行政中心福岛市。这天下午有上千名群众聚集在车站前的广场，呼吁日本政府终止核能发电。张武修手上的辐射侦测器响个不停，警告这里辐射值异常。哇，高呢，高呢。0.34。哇，超过4了，吓死了。现在我们在那个福岛市的市中心，一个公众聚会的地方，现在测量是0.6。微西弗每一小时，在台湾我们大概是在0.1，偶尔到0.2左右。那这里显然现在到0.8、0.85，所以这个比
我们国内的背景值高好几倍，3到4倍以上。辐射层不均匀地掉落在各地，这些辐射值特别高的地方被称为热点，但所谓的热点都在避难范围之外，日本政府只有劝导民众自行避难。ある程度目安にしてますけど、そこに常時住み続けて、そこでずっと外にいた場合にそんな恐れが出てくるんだって、それでもそこまで達しないところなんですね。ですからその方々はそこにずっといるわけでもないし、当然生活であちこち移動もされますし、同じところに留まってるわけではないんで、かなり高いですよということをちょっとお示しして注意を喚起するに留めてます。はい、で仮に20ミリシベットという基準はありますけども、そこで必ずそれに達するわけではなくて、恐れがあるという判断をしてるんで、そういうところについては早めにそういう指示を出して、心配なので、この区域を組んで、避難をしていただくという考え方になってます。だからそこに住んだからといって20ミリになるということではないんです。走在福岛的街头，找不到任何辐射的及时监测资讯。究竟日本政府如何监测这看不到的辐射呢？定点調査、定期的に測定する場所を決めて、県内の各地点で、県の方で110箇所県内全域でポイントを決めて、1日2回、その中で、重要とされるところは1時間おきに測定を行っています。民众要知道政府公布的辐射值，只能透过网络、报纸或是电视，但这只是大范围的测量。要怎么知道自己居住的环境究竟是不是热点？许多居民自己拿着辐射侦测器做检测。ちょっと離れた中でだいぶ違うんです。だんだん上がっていっちゃう。だんだんってどこまで行った？まだまだ上がるよ。7ぐらいまで行くって。心配しなくても。心配しなくても。まあ、7まで行かなかったら6ぐらいだ。6個じゃ。俺の間。7まで行かない。5.27。福岛市民深田和秀在住家附近测量，发现只要是雨水的排水口或地势低洼的沟渠，都是放射性核种聚集的地方。隔離したところをするかにしないと、これを今度この中に流しちゃったら、また他のところに行くだけ。深田和秀自己在福岛市进行测量。结果发现许多地方的辐射值比官方公告的数字高出许多。在市区一处大卖场前面的人行道，测到每小时10个微西弗的辐射剂量，是背景值的100倍。啊，もう十です。流れてきたあの川が。腕がどれだけセシウムを吸ってるかっていうのは、ここは実は一回弁当ずっと測定して、この店に申し入れをしてます。改善してください。7月底福岛市的街头下着绵绵细雨，街上一如往常，大多数的人都没有戴口罩，许多学生甚至淋雨骑车，但是气氛却显得异常的安静。人们对于辐射丝毫不在意吗？书店里摆满了各种辐射防护书籍，也有出版社自行调查日本各地辐射超标的热点，说明人们心中潜藏的忧虑。お金がなくて避難できない、だから介護が必要な、動けない両親がいて避難できない、そういう人たちもいます。皆さん明日福島にいられ行かれましたら、福島の人は本当に普通の生活を捨てることにむしろ驚かれるのではないかと思います。マスクをしている人も実は少なかったりというような状況があります。みんな普通にはしてますけれども、それでも気持ちの中にはすごい不安と葛藤を抱えています。最担心的还是做父母的。宫城县仙台市距离核电厂有100公里远，
但这位妈妈宁可忍受分离，也要把孩子送到京都去避难。ただこれ私たちだけのケースではなくて、仙台の人々、それからもちろん福島の人々、多くの人々が地震の直後、まあ、原発の事故の直後から今までこの4ヶ月間ずっと逃げるか逃げないかというあの辛い選択を迫られてきました。政府が強制避難にしているのは本当に小さい狭い範囲です。福島市や郡山市、高い線量がありますけれども、避難する人、自主避難、保障されるかどうかもわからない自主避難ということを迫られております。そして多くの方がお父さんで仕事で福島や宮城に残し、子どもとお母さんだけ、あるいは子どもだけが他のより安全な地域に送るという選択を迫られました。自主避難意味着将失去工作，甚至家庭分崩离析。有一位台侨在核灾之后离开福岛的家，带孩子回到台湾避难。在一场演讲会上，他谈到自己正面临工作难保的问题。如果我跟他说我来台湾避难的话，我想，他们可能会心里没法接受。但是因为我除了工作以外，我有家庭，有小孩，我这次会来台湾是最大的一个原因，是为小孩，我小孩不到三岁，下个月三岁。那你们工作不能一直，我们现在是请假状态，不可能继续请假去，所以等于全部你要面临跟在一个月可能一个月前要面临一个抉择，不是可以的辅导，就是要放弃，所有从学开始。包括福岛市、伊达市、郡山市等地，这些地区的人口高达80万人以上。辐射值虽然高，却还没有达到必须撤离的标准。为了维持城市的运作，让居民恢复正常的生活，无论是学校、公园，都展开大规模的除污。在福岛市中心的一处公园，工人穿着简易的防护衣，戴着口罩，用强力水柱清洗沾染辐射尘的游戏设施。一位住在附近的妈妈带着3岁与6岁的孩童经过。昔はよくここで遊びました。毎日来てました。で、うん、事故の後やっぱり芝生の上はずっと線量が高かったので、一切入ってないので、今全部芝生を剥いで新しい芝生が戻ってくれば、また、うん、毎日来たいなと思います。孩童是最容易受到辐射伤害的族群。福岛县政府在4月份对县内1700所学校做辐射污染调查，70%以上的学校辐射剂量超过每小时0.6微西弗，有20%的学校更超过每小时2.3微西弗。夏休み前はその学校の空間洗浄は分かっています。毎日放送したり。その時は大体どれくらいでした？先生からは何か注意事項、例えばグラウンドで遊ばないでくださいとか。外で活動するときはマスクをして。マスク以外に何か他に何か。为了让学生能继续上课，各级学校都赶在暑假期间挖出地表10公分左右的表土，被铲起的土壤堆置在校园的一角，用滤网隔离。我们来到福岛县立福岛南高等学校，围墙外辐射剂量仍在1微西弗左右。在学校旁边有居民拿着高感度的辐射侦测器，住家外的巷道辐射剂量高达5微西弗以上。先週末に除染のモデル地域っていうふうに
この辺がなっていろいろこう除染作業したんですけれど、ただまだ大体そうですね、3から5マイクロくらいは普通にありますね。在许多地区，居民自行挖除住家周围的土壤，清洗庭院，希望能够稀释辐射剂量。但是辐射污水还是会流入环境中，进入河川、土壤以及食物链里。これをやっぱり5年10年っていう長いスパンで考えなきゃいけないということと、あとはやっぱ食べ物もすべて汚染されてるんで、それの影響っていうのはやっぱり。多少は不安はありますね。宫城县同样面临辐射污染的问题，却不受到注意。在福岛与宫城县交界处的这座幼稚园，距离核电厂有60公里。园长直到六月才知道这里受到辐射污染。0.32。うちに届いたのがね、あの全体の6月18日付いうのでね、あのアメリカの宣教師が測ったやつでね、あの送ってくれたのがあるんです、全体的にはね。で、それでもやっぱり、ここらは 0.28 ぐらいで書いてましたけどね、でもこの人測るとね、3超えるとこ結構あるんですよね、場所によって。あの国も宮城県も言わないと思うね、宮城県は全然測らないですもんね、測らない、うん、というのはあのこれ明らかにね、東北電力、東京電力と東北電力が結託して、うん、宮城県側は風評被害なくすという名目で、一切あの無口になって黙って、ひどい状態をほったらかしていると思う。8月1日，就在我们访问的当天，福岛核一厂发生3.11之后最大的辐射外泄事件。厂区管线测到每小时10西弗的辐射剂量，是机器所能测到的上限值。熔毁的3座反应炉，辐射仍然继续外泄，事故还没有结束。封じ込みに成功してるわけじゃないから。少しずつでもあっちこっちから出てる、海にもちょっとは出てるだろうし、空気中はあの燃料プールなんかももう裸状態で、屋根がないし壁もないし、出てるわね。8月26日，日本政府终于公布辐射试算报告，福岛核灾外泄的色137是广岛原爆的168倍，131是2.5倍，490是2.4倍。いやないと言って嘘ですけど、でも一時期高い時で20超えてたので、マイクロシーベルトですけど、その時に比べれば今 1. 点いくつなので、きちんと防護してれば、ちょっと外出するぐらいならそんなに神経質にならなくてもいいかなと思って、普通の生活はしてます。虽然是七月天，福岛市却显得湿冷，辐射无色无味的恐怖感笼罩着我们。明知道危险却无处可去的人们，只能假装若无其事地继续生活着。在核灾的阴影下，人民已经没有免于恐惧的自由。